李はじめ各は、李氏朝鮮末期から大韓帝国期の政治家。戦争の旧南継承君、李の十世の子孫にあたる。菅大良君、李のボル王の三男として、ハンセン府に生まれる。高書十七年に、式年文下に、陛下で合格した。以降は、秘書官左書、老、中枢院三党議官、自公院自読会などを経て、三つ竹三連には、 皇太子寺公院副戦時、公文官副学士となった。同年に、義王君に、進む風された後、区内府特進官に部任された。皇部六年に、イギリス特命全権大使に任命され、エドワード七世の戴冠式に参席した。帰国後の皇部九年には、総政院教及び、日本国特命全権大使となり、七月には韓国、赤十字社の初代総裁に就任した。 在任中は、君一党大局賞を、はじめ、大君理科賞、随法賞、大君金尺賞を授与され、日本からも、君一党局実党課大受賞を授与された。日韓併合条約締結後の1910年10月16日に、朝鮮貴族として公爵に列せられた。2002年に発表された、新日派708人名簿と2005年民族、 問題研究所で新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者一時名簿に選定された。2007年に新日反民族行為真相究明委員会が発表した新日反民族行為195人名簿にも選定されている。原型不規略、ありがとうございます。